本日は皆様お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。ただいまより安倍総理と拉致被害者ご家族との面談を始めさせていただきます。最初に安倍総理からご挨拶をいただきます。総理よろしくお願いします。皆様こんにちは、安倍晋三でございます。本日は家族、拉致被害者家族ご家族の皆様にこうしてお集まりいただきましたこと御礼を申し上げます。本年は久米豊さん、松本京子さん、そして横田めぐみさんが拉致をされてから40年、そして家族会が結成されてから20年の節目の年にあたります。この間5名の被害者とそのご家族の帰国は果たせましたが、多くの方々が未だに取り残されたままであります。拉致問題は安倍内閣の最重要課題であり、拉致問題の当初から取り組んできたものとして痛恨の極みであります。北朝鮮は拉致問題に真摯に取り組まないばかりか、国際社会の度重なる警告にもかかわらず核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返しています。このような中、トランプ政権が誕生し、従来の米国の対北朝鮮政策を根本から見直しをし、すべての選択肢がテーブルの上に置かれているとしているわけであります。我々はトランプ政権に対しても核やミサイル問題もありますが、しかし拉致問題は極めて重要な問題であり、安倍政権の最重要課題で、そして国際社会が共に手を携えて取り組んでいかなければならない問題であるということを訴えてまいりました。引き続き拉致被害者の救出について米国の協力を要請してまいります。拉致問題は米国をはじめ国際社会と連携し、我が国が主体的に解決をしていかなければならない課題であります。今後とも私が司令塔となり、対話と圧力、そして行動対行動の原則のもと、拉致問題の早期解決を北朝鮮に強く求めてまいります。長い歳月が経つ中、拉致被害者の方々、またご家族の皆様も高齢になられ、もはや一刻の猶予も許されません。すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて全力を尽くしてまいります。本日は改めてその私のまた政府の決意をお伝えするとともに、皆様方の率直なご意見を受け止めたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。総理ありがとうございました。続きまして、加藤勝信拉致問題担当大臣よりご挨拶をいただきます。大臣よろしくお願いします。拉致問題担当大臣の加藤でございます。今日は、国民大集会の前に、こうした機会を設定いたしましたところ、それぞれご出席をいただきまして、改めて御礼を申し上げたいというふうに思います。ちょうどこちらに向かうとき、ここはちょっと締め切っておりますけれども、外は本当に素晴らしい天気でありまして、まあ、日本一年の中でも本当にいい時期を、本当に皆さん方におかれては、拉致をされている皆さんにぜひこの素晴らしいこの日本のこの一日を一日も早くという思いをより一層強められたのではないかなという思いで、私も参らせていただきました。私も大臣に なってからもう1年半経つわけでありますけれども、残念ながらお一人の帰国のみならず、拉致被害者の皆さん方の帰国に向けての道筋すら見出し得ていない、この状況本当に痛恨の極みであり、本当に皆さんにも大変申し訳ないという思いでいっぱいであります。今総理からお話がありました、本当に一日一日が本当に皆さんにとっても大変重いものであり、それは家族会、救う会の皆さん方の今年の運動方針の中にも
初めて今年中という言葉が盛り込まれた、その中にその思いがしっかりと含まれているというふうに思います。その思いをしっかりと受けながら我々も取り組んでいきたいと思っております。今日は限られた時間ではありますけれども、改めて皆さん方のその思いを受け止めさせていただいて、またこれから一日も早いこの拉致被害者、全ての拉致被害者の帰国に向けて、政府として最優先で取り組んでいくというこの思いをさらに強めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。加藤大臣、ありがとうございました。続きまして石原弘隆内閣副大臣よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。内閣副大臣の石原弘隆でございます。引き続き加藤大臣のもとですね、拉致問題の解決のために全力を尽くしてまいります。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして豊田敏郎内閣府大臣政務官よりご挨拶をいただきます。内閣府大臣政務官の豊田敏郎でございます。加藤大臣を支えですね、一日も早い、拉致問題解決のために、努力をしてまいる所存でございます。これからもどうぞよろしくお願いします。本日は誠にご苦労様でございます。ありがとうございます。それでは飯塚茂雄家族会代表よりご挨拶をいただきます。飯塚代表、よろしくお願い申し上げます。今日は総理大臣と直接面会の時間をいただきました。本当にありがとうございます。我々は、この家族の救出にあたって活動してまいりました。今総理からもお話あったように、拉致されてから40年、それから活動を始めてから20年というこの重みがですね、相当なものだと思います。で、私たちは向こうで待ってる被害者の姿、それをいつも気にして、我々は活動し、いろんな面でお願いし、要請してあるっておりますが、最近、北朝鮮を取り巻く、情勢、状況がですね、非常に混沌として、我々としても全く、その情勢分析はままならないわけですけれども、私たちがいつも要請お願いしているように、どんな状況下にあろうとも被害者の帰国、これに結びつくかどうかというのが私たちが注目しているところでございます。今最重要課題だとおっしゃっていただきました。しかも、この問題は日本政府が主体となって主体的に動かなければいけないという、ついお言葉もいただきました。情勢がいろいろ混沌している中、それに関わる結果はいい方向に行くかもしれませんし、逆にな面もあるかもしれません。そういったことを考えながら、どうしたら帰国、この字に直接結びつくかな、つくということもぜひ当然思っていただいていると思いますけれども、総理におかれましては私たち絶大なる期待をいただき、持っております。そういう意味では、今年中になんとか解決のめどがつくようによろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。飯塚代表、ありがとうございました。皆さん、こんにちは。拉致問題を最優先として今年中に全被害者を救え、国民大集会を始めたいと思います。皆さんのお手元の資料では司会は桜井よし子さんとなっておりますが、先ほど電話がありまして、どうしても来れない事情が生まれたということで、私救う会会長の西岡が司会をさせていただきます。よろしくお願いいたします。その大きく字にも書いてありますけれども、今日のテーマは最優先であります。今北朝鮮が去年2回核実験をし、
そして数十発のミサイルを乱射しています。アメリカの空母が日本近海に向かってきています。中国に対しても強い圧力を今かけています。そういう中で我々が何もしなければ拉致被害者救出の旗は核問題の嵐の中で飛んでいってしまうかもしれない。しかし逆にこのような強い圧力をかけない限り北朝鮮は動かないんです。金丸訪朝の時もそうでした。93、4年の核危機の時もそうでした。そして2002年の5人を取り戻したことができた時もそうでした。危機をチャンスに変えることもできるかもしれないと。それは我々が何をするかにかかっている。今本当に正念場中の正念場を迎えたと思っております。ですから拉致問題を最優先にして今年中に全被害者を救え、国民大集会であります。一緒に最優先だ、今年中に救うという声を上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは主催者を代表いたしまして飯塚茂雄家族会代表よりご挨拶申し上げます。皆様こんにちは。今日は国民大集会、当然、拉致問題解決のためにという大きな目的があります。皆様方こうして、大勢の方々がまさに、早く解決せよというそういった意気込みがひしひしと感じられます。ありがとうございます。私たちは、今年、司会者の方からもありましたように、本年中にこの問題を解決し被害者の救出をと、まあ、いう大きな強いテーマを挙げて、戦ってまいります。拉致が始まって、40年、そして平成9年の3月25日に家族会が、立ち上がりました。それから丸20年、この間必死な戦いを続けてきたわけですけども、結果的には5人の方々が帰ってきて、おりますけども、それ以外は全く進展がなしという状況が続いてきたわけです。私たちは20年という節目、これはもう数字的にはそうかもしれません。しかしながら、北朝鮮に待ってる被害者たち、あるいは我々家族の思いはですね、もう毎日毎日がもう節目なんですね。そういう思いで過ごしてきまして、10年も20年も経ってしまったというこの期間の重み、これを我々たち私たちとしてはどう考えていくかと、まあ、いうことにもなります。こうしておけばよかった、あの時こうすればもっと解決したんではないかという、あらゆる経過の中で反省点みたいなのがたくさんあります。まあ、しかしながら今この時期、それをですねいちいち取り上げてもいわゆる前には進みません。したがって、そういった経過を踏まえて、今後特に今年どうするかというのがこれからの対応する重要な焦点であろうと思います。北朝鮮のを取り巻く状況情勢はですね、もう混沌としていろいろ騒いでおります。で、私たちはいつもお願いしているようにどんな状況下にあろうともこの北朝鮮にいる被害者を帰国させるということにどうやって直結させるか、これが焦点でございます。したがって、他の騒ぎの中に巻き込まれて、今司会の方からもありましたように我々の救出するぞというこの旗が、吹き飛ばされてしまうのではないかと、いわゆるこの問題が置いてきぼりにされていくのではないかという懸念がします。したがって、私たちは被害者のことも思えば何をさておいてもというこの気持ちは全く私たちの強い思いでございます。
被害者の家族、あるいは当然向こうにいる被害者の人たちがいつかいつかというふうに待っている、こういう状況でございます。こうしている今この現在この時間もですね、あの厳寒な北朝鮮に監禁され自由を奪われ、本当に帰れるのかしらというような思いもしていると思いますが、私たちのこうした日本での救出活動については多分風の頼りに聞いていると思うんですね。したがってその帰国をじっと我慢して耐えていると思います。しかしこの我慢もですね、もう精神的にはもう相当限界を越しているんではないかというふうにも考えます。今後の北朝鮮との対応については当然今までかけてきた拉致を理由にした制裁、これを十分なテコとして使ってですね、北朝鮮との交渉の中でどうやってうまくこれが、カードになるのか、北朝鮮に向けてあなた方が被害者を全部返せば当然制裁も解ける、あるいは今後課題となる北朝鮮との、国交正常化にも結びつくんだという、これをまず北朝鮮にはっきりと強い態度で申しつけるということも 大切だと思います。政府におかれましては当然ながらこの問題は安倍総理を中心として政府の重要課題、しかも最優先課題として取り組んでいただけるというふうに私も今この現在思っております。そういう面では政府あるいは議会、自治体、そして国民の一人一人の皆様が一体となって何とかこの問題を強く早く確実に解決するように皆さんと共に戦っていきたい、行ってまいりたいと思います。今後とも何かの場面でいろんな面でご協力をご支援をお願いいたしまして、私の挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、同じく主催者を代表いたしまして拉致議連会長の平沼武雄先生に、お願いいたします。平沼先生は車椅子でいらっしゃいますので、その席でご挨拶をいただきます。皆さん方こんにちは、拉致議連の会長の平沼武雄でございます。病のため車椅子で立ち上がって挨拶できず、そのご無礼をまず心からお詫びを申し上げるしないでございます。今日はお忙しい中、このようなたくさんの皆様方お集まりいただいて、主催者の一人として心から感謝を申し上げる次第であります。もう政府が認めて40年経ちました。そして家族会がいろいろな紆余曲折がありましたけど、20年も経ってたわけであります。もう40年前ということを考えると、小学生で拉致されたい人は50過ぎということですが、いかに皆さん方が苦労されたかよくお分かりだと思います。北朝鮮はこの間もう全員死亡したから、もう拉致問題はない、こういって全員の死亡診断書を出してきました。それを見ると皆様方ご承知のようにめちゃくちゃな死亡診断書、同じ病院であり、ある人は海水浴で死んだと、オンドルで一酸化炭素中毒で死んだとか、そして日付もめちゃくちゃです。それを工作員を通じて指摘をするとすぐ訂正をしてくる、こんなめちゃくちゃな国であります。そして2014年には5人の家族の皆さん方が帰ってきまして、それでそのご家族も帰ってきまして、やれやれと思っておりましたけれども、もう拉致問題ないと、こういうことで取り付く島はありません。それだからご家族の皆さん方、救う会の皆様は大変苦労されたと思います。
私ども議員連盟としても一生懸命やってまいりました。毎年5月の連休にはアメリカに参りまして、アメリカの議会あるいは政府に必要にこの拉致問題大変な問題だということを訴えてきて、国連の人権委員会ではこれを世界一の人権問題だということで取り上げてくれたわけであります。我々は諦めることなくこの問題に関して家族会、救う会の皆様方のお気持ちを満場一致でこれは異議なしで通りまして、我々の提言になっております。この20日総理官邸、安倍総理をお尋ねして加藤大臣ともとも我々の拉致議連の提言を提出をさせていただいて、これも十分に検討する、こういうこともですね、我々は勇気を持ってあらゆる媒体、国連の場だとか国際的な舞台を通じて一生懸命解決のために頑張っていく覚悟でございますので、皆様方の何とぞ力強いご指導をよろしくお願い申し上げまして、議連の会長としての挨拶をお話しいただきます。本日は誠にありがとう。ありがとうございました。今先生の話を聞いて思い出したんですね。先生は今2度目の脳梗塞で車椅子に乗られたんですが、1度目の発作が出た後ですね、最初の海外旅行はアメリカに行って、アメリカ政府にテロ支援国家して解除するなという訴えをしてくださいました。脳梗塞に飛行機乗るのが一番良くないんです。まさに一生懸命とおっしゃいましたけれど、命がけで、家族会、救う会と一緒に運動をしてくださったのが平沼先生であります。もう一度拍手をお願いします。続きまして安倍晋三内閣総理大臣が来てくださいました。安倍総理、一言お願いいたします。安倍晋三でございます。国民大集会の開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。本年は久米豊さん、松本京子さん、そして横田めぐみさんが拉致をされたから40年、そして家族会が結成されて20年の節目の年に当たります。この間5名の被害者、そしてその家族の方々が帰国することができたわけでございますが、多くの被害者の方々は未だ北朝鮮に残されております。そのことは拉致問題の解決に当初から取り組んできたものとして痛恨の極みであります。この集会に先立ち、先ほどご家族の皆様と懇談する機会をいただきました。家族会、救う会の運動方針にある今年中に全ての拉致被害者の救出を実現してほしいという切実な思いを伺いました。発生から長い年月が経つ中、拉致被害者の方々はもとよりご家族の皆さんも一年一年と年を重ねご高齢となっており、もはや一刻の猶予も許されないとの切迫感を改めてひしひしと感じたところであります。しかしながら北朝鮮は拉致問題に真摯に取り組まない一方で、国際社会の度重なる警告にかかわらず核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返しています。国連安保理決議への明確な違反であり、断じて容認できません。このような中、トランプ政権が誕生し、従来の米国の北朝鮮政策を根本的に見直し、すべての選択肢がテーブルに置かれている、
としているわけであります。我々はトランプ政権に対しても核やミサイル問題はあるけれども、同時に日本にとっては拉致問題は極めて重要な問題であり、必ず解決をしていかなければならない問題であるということをトランプ大統領にお伝えをしてきているところであります。引き続き拉致被害者の救出のために米国の協力も要請しているわけでありますが、米国とも連携しながらこの問題に当たっていきたいと考えております。今後とも拉致問題は米国をはじめ国際社会と連携し、我が国が主体的に解決をしていかなければならない問題であります。私が司令塔となって対話と圧力、行動対行動の原則のもと、北朝鮮に対して拉致問題の早期解決に向けた決断を迫ってまいります。拉致問題は安倍内閣の最重要最優先の課題であります。拉致被害者の方々とご家族の皆様が抱き合う日まで私の使命は終わらない。拉致問題は安倍内閣で解決をするとの考えにいささかの揺るぎもございません。そして拉致問題の解決のためには、日本国民が一致団結して、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への決意を示すことが重要であります。私もまた総理大臣として、皆様と心を一つにしながら、拉致問題の解決に向けて、全力を尽くしていくことをお誓い申し上げる次第でございます。先ほど家族会の飯塚会長からもご挨拶がございました。そして横田幸恵さんをはじめ家族会の皆様に今日は全国からお集まりをいただいております。この皆様のお気持ちが北朝鮮に、そして北朝鮮に残されている拉致被害者の皆さんに伝わることを強く期待をしているところであります。この私たちの集会の声は間違いなく北朝鮮に対して大きな圧力となっていくわけでございます。今後とも一つの声に私たちの思いを込めて、北朝鮮にこの問題を解決をしなければ北朝鮮は明るい未来を描くことはできないとの日本の決意を伝えていきたい。その決意を皆様方にお伝えいたしまして、総理大臣としてのご挨拶とさせていただきたいと思います。皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。安倍総理大臣は公務のため退場されます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして加藤勝信拉致問題担当大臣、お願いいたします。
ご紹介賜りました、拉致問題担当大臣を務めさせていただいております加藤勝信でございます。今日は家族会、救う会、拉致議連、知事の会、そして地方議会、全国協議会の皆さん方にはこの国民集会のご主催をいただきましたこと、まず心から御礼を申し上げたいというふうに思いますし、またご出席の皆さん方には日頃から拉致問題には大変強い関心を持ち、またそれぞれの地域でさまざまな取り組みをしていただいていることに心から感謝を申し上げたいというふうに思います。私もこの大臣の職に就いてから1年半が経っているところでございますけれども、北朝鮮に残された拉致被害者の皆さん方の帰国どころか、それに向けての具体的な道筋を未だ見出せていないということは本当に痛恨の極みであり、ご家族、被害者はじめ皆さん方に本当に申し訳なく思っているところでございます。また先ほどからお話がありましたけれども、拉致から40年、家族会が結成されて20年、これだけの長い年月が流れる中で、拉致被害者の皆さん方、そしてご家族の皆さん方、その間それ分だけ年を重ね、そして今日この一日一日のこの重みというものが本当に大変なものだということだということを私も痛感をしているわけでありますし、またその思いが先般家族会救う会の今年の運動方針では今年中という言葉が盛り込まれたということにつながっているというふうに思います。先ほど総理とともに、またご家族の皆さん方からもその切実なる思いをお聞かせいただきました。本当に切迫した状況にあるということをともにこうして共有をさせていただきたいという思いを強めさせていただきました。また本日の主催者でもあります拉致議連の皆さんにおかれましても、そうしたご家族の思いを受け止め、すべての拉致被害者の早期帰国実現に向けた具体的な方策について先日の20日にご提言をいただいたところでございます。政府としてもこうしたご提言も踏まえ、拉致問題の早期解決に全力で取り組んでいきたいと考えております。もう申し上げるまでもなく、北朝鮮は拉致問題に真摯に取り組もうとしないばかりか、核そして弾道ミサイルの発射など、挑発行為をエスカレートさせ、国際社会の声にも一向に耳を貸す気配を見せていないわけであります。このような北朝鮮の暴挙を容認することは断じてできないわけであります。我が国も安保理事国として厳しい制裁決議の採択、主導性を発揮するとともに、アメリカや韓国ともども関係国と協調して独自の措置を実施するなど、断固たる姿勢で臨んでいるところでございます。他方で国際社会においては、拉致問題を含めて人権問題に対する、北朝鮮の人権問題に対するその改善を求める機運は年々高まりているわけであります。昨年12月に拉致問題を含む北朝鮮の人権状況の改善を求める国連総会の決議が12年連続で採択をされ、また先月には国連人権理事会において拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害に対する責任追及のメカニズムの検討に向けた具体的な施策を盛り込んだ決議も採択されたところでございます。また2月の日米首脳会談、そして先日のペンス米国副大統領との総理表敬の際にも、拉致問題の早期解決の重要性について完全に一致をしているわけであります。先ほど総理からもお話がありました、拉致問題は安倍内閣の最重要課題であり、そしてこの後ろに掲げられているように、まさに最優先で取り組むべき課題であり、このことは明確に位置づけ、何ら変わるものではございません。今後とも対話と圧力、行動対行動、この原則のもと、今さまざまに行われております北朝鮮に対する一連の厳しいこうした措置を、また一つのテコとし、またきっかけとして、対話を通じてすべての拉致被害者の方々の一日も早い帰国につながる具体的な行動を北朝鮮から引き出していくべく、あらゆる政策を駆使していきたいというふうに考えております。この集会においてご出席の皆さん方が、まさに日本国民が心を一つにして拉致問題に対する強い怒りを持ち、そしてこの拉致問題の解決に向けた強い意思をお示しいただけているというふうに思います。
その思いをしっかり受けて、我々政府としても全力で取り組んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで平沼会長が退席されます。